チュンチュンです。可愛く発見ありがとう。ねえ、お腹空いた？あ、まだ食べてないんですか、ご飯。はるちゃんは今日は結構早い時間にご飯食べた。めっちゃ前髪。またお見送りの時に笑って帰りますって。了解です。それを見つけたいと思います。見かけたら何かさ、配信越しで見るとめっちゃ濡れてる。こんばんは。はるちゃんロスで死んじゃいそうね。はるちゃんもちょっとロスだ。私も死んじゃうよ。メザンビートありがとう。こんばんはです。皆さん可愛く発見ありがとう。そう、分かった。ちょっと待ってね。前髪整えたい。暑い。いや、ママチューいるよ。めっちゃ静かだよね、今日。スイスよ、リバイバル公演。あ、ね、20日でしたっけ、なんか決まってた。よいしょ。わーい、はるちゃんだって。今日も楽しい時間の始まりだって。ありがとう。ちょっと今日は全然何もしてないので、ちょっとね、頑張る。可愛い子発見ありがとう。18日の公演来てくれるの楽しみに待ってるね。これさ、よいしょ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 。前髪が消えた。よいしょ。可愛く拝見ありがとう。こんばんはです。今日はもう前髪もう何もさ、セットせずに来ちゃった。配信しちゃってるよ。真ん中に溜まる寝癖がすごいかも。今日は何曜日だっけ。あ、今日は金曜日か。元気ですか皆さん。あれ、嘘、木曜日なのやばい。でもやばいわ、今日木曜日だったみたい。金曜日だと思ってた。あれ？そうだっけ？ね、やばいわ、時空が。びっくりした。あの、ママちゃんに指摘された。木曜日だよって言われちゃったよ。今日めっちゃ寒かった？ね、今日はそうだ。でも最近暖かくなってきたなってまた思ったんだけど、また寒くなっちゃってる。でも夜は寒いよね。ねえ、諦めちゃう。ワンちゃんデコ出しもありかもしれないけど、ちょっとね、あのあれですね。でも配信越しで見るとさ、あれなんだよね、前髪がさ薄く見えるのにさ、こっちで見るとさ普通なのよ。なんか反射しちゃってさ、もう前髪がどっか消えちゃってるみたい。こんばんは。ね、今日木曜日らしいですね。で全然もう時空が歪んじゃってるよ。
ポキポキ木曜日だったのね。あ、確かにあれだね。昨日はスイスイス、あの昨日のメールにスイスイ水曜日って書いた記憶もありますね。でも木曜日か、今日は木曜日だ。暖かくなってきたね最近。自分の会社木曜日の仕事が一番忙しい日なの。そうなのね。なるほど。このあと県民賞で燕市のおにぎりに塗るジャム紹介されるの。おにぎりに塗るジャム、なんだおにぎりにジャムって、何のジャムなんだろう。びっくりした、ね、いい感じのシースルーになってる、ね、なら良かったです、ね、全然今日はラフにしようって思って、まあいつもラフな格好なんですけど、まあリップと今日はなんかわかんないけどアイラインも塗ったんですけど、ね、いい感じ。はるちゃんが言うなら金曜日でもいい。あ、よかった。じゃあ金曜日にしよう。今日明日から休み、お休みにしよう。休日。こんばんは、ブザビットありがとう、カイコ派遣ありがとうございます。おにぎりにジャムがあるの。おにぎりジャムって、え、知らん、初めて知った。はるかこんばんはってね。はるか呼びいいですね。はるか呼びあんまりされないんですよね。なんかはるか呼び全然されなくて、だからみんなはるか呼びしてもいいよ、急にだけど。かわいこ発見ありがとう。今日はねちょっとね、あの今あのまたね眉毛サロンに行こうと思ってて、なんかあそこめっちゃなんか良かったからちょっと行こうと思って、眉毛ちょっと生やし始めたので、ちょっと眉毛出せない、ちょっとまだ出せない、ちょっと整えに行くから、それまでは我慢我慢ね。明日土曜日にしよう、ね、でも私はもう毎日あの曜日関係なくなんかあるから、別にいつでもいいや。こんばんは、可愛く発見ありがとう。こんばんはんです、はるちゅん。こんばんはんって、ありがとう。こんばんは。おにぎりはそっちのあのおにぎりじゃない。メンバーのこと指捨てで呼べないって、あ、そうなの、ね、いいね、そういうのも。じゃあちゃんづけっていうこと。え、ちゃんづけで呼ばれるのもいいかもね。ね、私さ友達とかにさあんまりはるかちゃんとか呼ばれないんですよ、みんなはるかだから。いいかもね、ちゃん付けも。あ、チュン卒業しないよ、チュンは卒業しない。頭皮マッサージ、ま、は行かないですね。マッサージね、気持ちかったけど、なんか、ね、そんな頻繁に行くものではないなって思った。なんかご褒美に行くのもいいかもしれん、いいかもしれんね。ね、ブザービートありがとう、こんばんは。かわいこ発見ありがとう、ありがとうございます、来てくださってね。はるちゃん、
はるちゃんっていいでしょう。名付け親がリリノです。こんばんは。はるちゅんちゃんになるの？じゃあはるちゅんちゃんはちょっとなんか、いや長いて。でもはるちゅんちゃんもいいかもしれないね。大事な日の前に頭皮マッサージですか？てか頭皮マッサージってね、あれはな、何し、なんでですかね。あの私結構あの初めて行かせていただいたんですけど、頭皮マッサージって何をするのか、あの効果が分かんない。頭皮マッサージって気持ちいいだけなの？分かんない ね。メンバー全員のことチュンで呼ぶのいいね。沼にはまりに来ました、ありがとう。はるかちゃんチュンちゃんチュン長いな。はるかちゃんチュンちゃんチュン、え、チュンちゃんチュンちゃんだっけ。はるかちゃんチュンちゃんチュンだよね、合ってたね。チュンチュンチュン、あ、チュンチュンチュンにすんのね。長くなっちゃう、どんどん長くなってるよみんな。ね、中山きんに君さん的な感じになっちゃう。ね、リリチュンが名付け親です。そう、なんかリリチュンって言うとどっちか分かんなくなりそう。こんばんは。早口言葉みたいだよね、言いづらいそう。ね、はるちゅん、はるちゅんちゃん、はるちゅんちゃんちゅんちゃんちゅんちゃんちゅん、分かんなくなっちゃった。分かんない、分かんなくなっちゃったよ。はるかるかちゃん。わかんない、もう長すぎて。じゃあチュでいいのね、短すぎない？あ、チュって誰だってなる。早くハルチュンコールで喉潰したいってね。コールね、まだ聞いたことないので、劇場で早く聞きたいですね。次18日ですね、ハルチュンは。そうですね、18ですよね。なんか前髪がさ真ん中に寄っちゃうんだけど、もうなんで、どういう寝癖しちゃってる。前髪もう真ん中どっか行かせた。ね、チュンチュントレインですか。もうなんか関係なくなってきちゃってる。じゃあ歯にするの？歯、歯ってやばい、短いな。これも歯って誰呼んでるか分かんなくなりそう。こんばんは。贅沢な名前だねって。今日からお前の名前は歯だでしょ。え、これあれじゃん、あの千と千尋の神隠しの湯婆婆のセリフでしょ。え、贅沢って言わないでください。ね、名前が消されちゃうよ。20日過ぎたらようやく公演投げれるわよって。いやー嬉しい、それはね、待ってます。早く、超絶かわいいチュンチュンです。前髪センター願望が強めですね。そうですね、今日の前髪はセンター願望が強め。可愛く拝見ありがとう。チュンちゃん、チュンちゃんって可愛いよね。いいね、なんかすごい可愛い。
名前消されちゃう。今日からお前の名前はワハ。いや、南川のワとハでしょ。ね、はるかのハ、ワハちゃん、なんか笑ってるじゃん。3期生みんなこんな感じでさ、ニックネームつけたらどんな感じになるんだろう。木本優奈だったらトユちゃんとか、ハセスモモだったらセスちゃん、なんか謝ってるみたい、セスセスって。ね、いいね。新井リリノだったらイリちゃん、鈴木リリカ、キリちゃん、キリちゃんかわいいな、なんか。スイズナツキだったらズナちゃん、ズナちゃんいいね。北村優派、ラユ、ラユみたいねえ、ライユみたい、ライユちゃんね、杉本萌ちゃんと、え、杉本萌え、とも、ともちゃん、なんかともちゃんって言いそうだね、なんか面白いね。磯部るわ、べ、べ、あ、普通、あ、あれ、あれ、これベルちゃんってそういうこと、磯部るわのベルなの、これって今知った、え、こういうこと、今、え、今初めて知ったよこれ、え、あええあ、磯部るわ、あ、そうだったの、それでベルちゃんか、え、いや、あ、そういうことね、あ、ありがとう、みんなのおかげで今知れた、なんでベルちゃんなんだろうって、あれ知らなかったな可愛く発見ありがとうね。ハク様いいな、私もハク様やりたいな、琥珀川じゃなくて南川かって、普通やんそれ。可愛く発見ありがとう、ね、タハちゃん、ね、今知った、今ベルちゃんって知ってた、あ、知ってたじゃない、知っちゃった。え、なんでベルだと思ったのかは、あの猫になりたいのかと思った、ルアが猫になりたくて猫っぽい名前をつけたんかと思った。ベル、人類の 99% 知ってた、なるほど、やばい、今知ったよベルちゃん、なるほど、まあ、確かにあのよくはるちゃんはベルベルって呼んでて猫だなって思いながら呼んでたけどさ、そういうことね、イゾベルアのベルちゃんか、モフさんスタイルなのね、なるほど、すごい、やばいね、出会って1年なのに気づかない南川、やばいねそれは。で、一番最初に話した女の子です、ルアちゃん、あの連絡先、あの連絡、あのメールとか、あの連絡取ってた女の子がルアちゃんだったね。猫っぽい名前はタマちゃん、あ、ごめん、タマちゃんか、あ、タマちゃんね、確かにそうかも、え、もっといるよ多分猫っぽい名前、なんだろう、猫っぽい名前ってなんだろう、あ、ミケ、ミケちゃん、ミケちゃん、あ、え、チョコ犬だよ、チョコちゃん、あのチョコっていう犬結構いない、
わかんない。私のあの私あのペット飼うゲームやってたんですけど、昔あのそれであのチョコちゃんだった、あのトイプードルのチョコちゃん、可愛いでしょ、センスいいと思うわ、チョコちゃん。まあ私がつけた猫の、あ、犬の名前じゃないんだけど、ムザビートありがとうね。そう、ズナちゃんね、ワハが一番なんかちょっと違うね。ね、猫になりたいからだと思ってたはるかちゃん、かわいすぎて、ありがとう、照れますね。ね、かわいく発見ありがとう。あ、猫にポチは犬やんってなっちゃう。チョコとかココアとかつけがちって、待って、私あれココアってついてた気がする、犬の名前に。え、チョコとココアだった気がするんだけどさ、え、なにこれ、これ私の、え、私がつけてた犬の名前バレちゃってるのこれね。トイプードル飼ってたんですよ、そういえば。そう、アプリで、アプリじゃない、あの 3DS だっけ、なんかのゲームでさ、そうつけてたね、あの犬と猫飼ってた、猫1匹犬2匹飼ってたね。こんばんはね、多分毛の色かなって、あ、それもバレちゃってる、ね、それもバレちゃったか、そうですよね、なんか、え、でもつけてた気がするよ、そうやって。ね、キュウリペンライト作って、キュウリペンライトってすごっ、キュウリの中にライト入れたんですか、え、違うか、これは絶対違うね。ね、あ、そう、ゲームの話ですよ。私現実でさ、ペット飼ったことないんですよ。なんか、あの家の近くにいたなんか捨て猫というか、わかんない、なんかやろ、いや、なんだっけ、なんて言うんだっけあれ、猫とかあの保護してちょっとだけ飼うっていうのをやったことあるんですけど、そんなあの、それでなんか飼ったことはないんですよ。ちゃんと飼ったことあるのは鳩ですね鳩嫌いですね、ハルチュンはね。鳩に幸運のものをなんかあのベチョってつけられちゃうので、カバンに。チョコとかクッキーとか誰でもつけがちですか、ね、確かにクッキーもねつけようとしてたね。ね、ブザビートありがとう。私はニンテンドックスだったか DS のゲームの犬の名前チョコにしてたって、私もなんかそういう名前だな、なんだっけ、カセットね、ね、チョコね、私もつけちゃってる。ブザビートありがとう。マロンちゃん、あ、マロンちゃんもね、あれあるあるだよね、犬の名前マロンちゃんね、夏いね、 DS で犬飼ってたって今思うとさ、なんじゃそりゃってなるよね。なんか DS で犬飼ってたってすごいさ、パワーワードだよね。私もあの犬飼ってた私 3DS で犬飼ってた犬と猫飼ってたみんなもね、パワーワードすぎるね。ね、今なんかスイッチとかで犬とか飼えるのかな、犬猫どうなんだろう。
ね、可愛子発見ありがとう。うちの犬はマロンなんですか？本物？あの普通にあの飼ってる飼い犬がマロンさんなんですか？いいですね。マロン。かわいい。犬飼ってるのいいですね。私も犬飼いたいんですよ。あの私チワワ飼いたいなって思ってたんですよ昔から。でもなんか最近あのティーカッププードルを飼いたいなって思い始めました。なんか可愛いって思っちゃったね。犬飼いたい、だから家族にね頼んでるんですけど、あのやっぱり姉ちゃんがアレルギーということで犬が飼えない。犬猫沼にハマりに来ました、ありがとう。はるちゃんこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。うちにいたうさちゃんはクッキーだったの？え、うさぎ飼ってる、あ、飼ってた、あの飼ってるんですか？うさぎいいですね。私幼稚園で飼ってた。いや飼育っていうのかなあれって。で幼稚園の時とかってさ、うさぎとかさ飼い、あの育てがちじゃない？わかんない、私のところ、私のあの近くの地域だけかな。なんかうさぎとかなんか鶏とかね。ね、沼にはまりに来ました、ありがとう。うちが昔飼ってた犬の名前は某監督から取ってピクシーでしたって。あ、そうなの、いいね。ね、犬飼ってるとかいいですね。私もなんかいいなって思っちゃってる。ね、チュンチュンは犬派ですかね。でも猫も好きですけど、なんか私あの寂しがり屋なので、あの構ってくれる、あの猫はツンデレだと聞いたので、あの犬の方が構ってくれるかなって思っちゃって犬がいいですね。ね、うさぎいいですね。うさぎとなんだ、小学校でうさぎ飼ってたってね、あるあるですかね。じゃあこれ、え、アヒルとか飼ってるの？アヒルとかいるの？すごいね、アヒルは。私はるちゃん飼いたいって。はるちゃんいいんですか？ママヤギ、え、ヤギ飼ってたの？やばい、ママちゃんはヤギだって。ね、はるちゃんがあのはるちゃん飼ってもいいんですけど、やっぱりあの世話が大変ですよ、はるちゃん飼うには。可愛く拝見ありがとう、こんばんは。はるちゃんの犬になりたい人生だったってそこ目指すの？え、ぜひぜひ待ってます、犬になってくれるなら。ね、犬いいんですね。うちチワワ2匹飼ってるよって。ゴンタとクーピー？あ、そうなの、クーピーかわいいね、ゴンタとクーピー。覚えとこう、覚えられるかな、ゴンタとクーピー。ちょっとどっかにメモしとこう。あ、それこそあれだね、ノートに書いとこう。沼にハマりに来ました、ありがとう、こんばんは。
世話大変そうって。私ですか？そんなことないよ、ずっと寝てるだけなので、あんまり世話しないで過ごせそうですよ皆さん。何放置してたらずっと寝てるだけなので、うん、あだよね、おにぎり6個食べるし12時間寝るし大変そうって。ねえ、なんでそんなこと言うのね。おにぎり6個食べてない。結局ね、昨日は3つで終わりました。大丈夫だった、ね、うさぎとアヒルいたって送ったつもりだったって。アヒル？ねえ、ママちゃんと同じですね。ねアヒル飼えるんですね。かわいいアフラックやん。ごめんごめん。はるちゃんとスイスイはペットって。はるちゃんとスイスイペットなの？いや違う、スイスイのペットがハルチュンですね。ハルチュン散歩してくれるらしいので、スイスイが。なので待ってる。犬になりたいのに人生とはって。でもちょっとなんか難しい。マオちゃんのヤギになりたい人生でしたって。ねヤギおい ねヤギになりたいってやばい。ヤギって紙食べるんですかね。え、ヤギ食べるの？紙。やっぱり犬派だけど自分がなるなら猫かなって。え、なんで？私来世人間じゃなかったら犬に。あ、猿じゃない。ね、犬を飼ったら末っ子の座は奪われるよって。確かにあれだよね、なんか私取られそう末っ子の座。甘え上手だもんね犬。なんか何もしなくてもなんか可愛いって撫でられちゃう。私のライバルだこれは。ね、散歩にも行かなくていいしね。確かに確かに、ハルチュー散歩必要ないからね全然ね。ずっと寝てるって怖い。あ、コアラずっと寝てるの？私怠け者だと思ってた。こんばんは。南川家の食費大変そうって。え、でも私ね、あれで私何食べる時と食べない時があるので、全然全然大丈夫です。食品大変そうじゃないですよ。うんうんうん、そう信じてる ねえ、アヒルってこれ何、これ問題無用 これ何、これ問答無用ママ、コメント探してる今 問答無用だって。合ってた。ググっちゃう、ググっちゃう。私これ聞いたことある気がする。ねえ、ブザービートありがとう。はるちゃんも好きって誰も好きなの？あ、待って、アヒルって問答無用でアフラックって呼ばれるからかわいそうって。あ、ごめんごめん。確かに某 CM さんのあれですね。確かにあれだよね、末っ子の座というか、なんかさ、なんか結構何なんか成功っぽいのに家庭内の序列まあまあ上だよね。なんかもうパパママの次になんか犬が来そうなくらいのレベル。いや、もうパパ南川家の序列違うわ。ママが一番上だった。
ママ、ハル、アネチュンに、あ、違う、ママ、アネチュンに、アネチュン1、パパハルですかね。パパとハルが、並んでる、私たちが4位かもしれない。ね、多分南川家の序列こうなってるわ。はるちゃん犬顔かもって、はるちゃん犬顔ですか。私あのチーバくん顔ってよく言われますね。こんばんは。大型犬なら末っ子の座奪われないかもって。大型犬ってどういう犬が大型犬なんですかね。ブザービートありがとう、ね、ありがとうございます、来てくださって。猫1日17時間寝るの、はるちゃんですね。ルアシにプレゼントしようとしていた漢字ドリル、はるちゃんに回そうかなって。いや、はるちゃんやらない、漢字ドリル。もう学生卒業した、ね、末っ子の座は必要ですね。はるちゃん甘えたいですもん。目がかゆい。ブザービートありがとう。はるちゃんそんな下なのかわかんない。でも南川家はママチュンが支配してます。あ、でもね、あれだよ、なんか、あ、でも違うかもしれない。はるちゃんが一番上かもしれない。だってあれだよ、なんかはるちゃんは家族内でついてるあだ名がありまして、南川家の守り神って言われてるから、お家守ってる係なんですよ。ずっと家にいるから、昔から家大好きで、ずっとね、友達と遊ぶのも家に呼んで外から出ない人間だったから、南川家の守り神なので、だからはるちゃんが一番上かもしれない。南川家の一番上、トップですね、はるちゃんが、ね、アルソックで、アルソック、はるちゃん、我が家は俺より犬の方が序列上だよって。俺は一番下って、パパそんなことは言わないで。可愛く発見ありがとう。こんばんは、お仕事終わったって。はるちゃんが一番だなって、ありがとう。お仕事お疲れ様です。いや、パパちゃんの序列は、でもはるちゃんはね、一番だと思ってるよ。でもママチュンがママが一番って言ってるから、パパチュンが下がっていっちゃったの。そう、ひなたんのロンくんが大型犬。あ、そうなの。大型犬ってなんだろうね。どの犬種が大型犬っていうのかな。ゴールデンレトリバーとか。大型犬調べよう。大型犬の種類。あ、そう、自宅警備員でした。そうそうそう、私の特定の何、座る位置があって、そこがね、なんかそこにずっと座ってるんですよ、はるちゃん。そう、守り神です。可愛く発見ありがとう。ね、はるちゃんの突然の下克上ですね。え、なんか私っぽいさ、犬がいるんだけど、大型犬に。名前がさ、あ、名前言っていいですか、犬種の。名前がサルーキーって。サルーキーっていうの。これ絶対私やん、これ。え、これ絶対私じゃん、これ。何、ちゃうちゃうっているの。ちゃうちゃうだよ。
ちゃうちゃう。え、サルーキってこれはるかじゃないの、これ間違えてるよ。ちゃうちゃうですか、ちゃうちゃう、ちゃうちゃう系。あー、画像見たら分かった。え、これなんか前春に似てるねって言われたことあるんだよね。これ、これね、このワンちゃん、お姉ちゃんだっけ、姉ちゃんだっけ、なんか前春に似てるよねって言われた記憶がある。え、まおちゃん見たことある？ちゃうちゃうちゃう、これえ、かわいい。え、なんか大きいね。え、沼にはまりに来ました、ありがとう。はるちゃんとやった画を忘れられないって。じゃあまた会いに来てね。ねえ、私も画をしたい。18日当選したのではるちゃん見れるの楽しみに行きますって。え、ありがとう、久しぶりに会おうね。そんな久しぶりではないかな。可愛い子発見ありがとうね。なんか大型犬って調べたらゴールデンレトリーバー出てきた。え、ちゃうちゃうも大型犬なんですね。テイありがとう、可愛い子発見ありがとうね。サルーキね、いいですね。あ、ごめん、今日の新潟寒いですけど、ハルチュンパワーでなんとかなりませんかって。じゃあちょっと今から晴れるよってやっとこうかな。パワー、あ、マオチュンがパワーってやったので今からあの暖かくなります。え、小型犬とかっているんですかね。大型犬がいるなら、あ、いるわ。あ、チワワとかが小型犬なのこれ。へー、え、かわいい。ね、キャバリアっていう犬もかわいいな。こんばんは。6月まではるちゅんの顔を見れないので寂しくて死んじゃう。それ死んじゃう、はるちゅんも。まおちゃんの全力パワー聞きたいって。もう声張っちゃうの、声張っちゃう。まおちゃんのパワーが聞きたいなって。で、スタンダードプードルも大型犬なの？え、プードル、そうなんだ。ちゃうちゃう犬は子熊みたいなのだよねって。みたいですね、そうだね。こんばんは。キャバリアキングチャルーズスパニエル飼ってたって。それなんか聞いたことある、研修ハルチュン。こんばんは、来てくださってありがとうございます。沼にはまりに来ましたって、ありがとう。なんか急に渡されたこれ、ジョージです、お猿の。これなんかね、お、あのジョージの入浴剤買ったら、買って、あの買ったらね、これとね、ジョージとあのパンダのセットがね、あの出てきたんですよね。私の目ぐらいです。あ、目、あのジョージの方が大きかった。こうやってやれば、あ、ジョージの方が大きかったですね。バスボムのやつです、そうそう。ビションフリーゼ買いたいって、なんかおしゃれだね。ちょっと調べよう。へえ、なんかみんないいね。なんかやっぱりワンちゃんか、かわいい、モコモコだね。
癒しやん絶対。ダメだ、はるちゃんはこれ南川家で買えないだ。うせっこの座が取られちゃう。でも可愛い、でも買いたいな。この子初めて知った、こういう子。いいね、可愛いね、可愛い。まおちゃん見て。え、ありがとうじゃない、まおちゃんじゃないよ、こっちだよ、ワンちゃんだよ。いいね。でもママちゃんは猫派なんですよ。そういえばサル家のジョージって違う、あ確かにそれ猿になっちゃう。ジョージ可愛いでしょ。可愛く発見ありがとう。ね、柴犬飼ってたんですか、柴犬。いいね、可愛いね、絶対可愛いよ。うちの周りは何ばかりだったって、なんだこれ、何ばかりだろうこれ。鬼ばかり？え、絶対違うやん絶対違うやん、鬼ばかりだったって、絶対違うね、鬼ばかりだったんですか、ね、前髪ダメだ。自分の前世中堅八甲だったの、いいね。八甲前写真撮った、そういえば。もう前髪も死んじゃった、どっか行っちゃえ。もうおでこまだ出せない、もういいやこれで。今は猫だけど犬も前飼ったことあるよって、柴犬飼ってたんですか、いいね。シベリアンハスキーですか、待って、なんか私知らないさ犬種がたくさんある。え、なんかこれ私みたいだね、これ すごい。え、なんかさ、このさ写真なんか見たことあるよこれ、濃い、なんか可愛い子発見ありがとうね、ママチュン。渡る世間は鬼ばかりって、懐かしいですねはるちゃん、あんまりあのはるちゃんはよくなんかテレビについてたのを見てたね、ね、ママチュンが見てたのを私も見てました。あのえなりかずきさんとかが出てた。私そのさあの音楽が好きなんですよ、歌というかなんか(笑)あれが耳に残る。ワンちゃん飼うならミニチュアダックス飼いたいって。ミニチュアダックスってどんな感じだったっけ、なんか名前はご存知ですね、どんな犬。足短い、ああ、この子ね、え、かわいい、あ、いいね。なんかこの子なんか姉ちゃんも言ってたね、ミニチュアダックス飼いたいみたいな、なんか言ってなかった、え、言ってた記憶があるんだよね。ね、あのチワワがいいって言って、なんか姉ちゃんがミニチュアダックスがいいって言ってた、ね、チュンチュンみたいな犬。今はハルちゃんの中堅ですって、あ、本当ですか、
嬉しいですね。中華屋さんの、そう。でででで、え？これどこの音楽？これどこの音楽だ、どこだ、私歌っちゃうよこれ。やっぱりで、あ、手が足りなかった。でででででででんててんでしょこれ。あれちゅん気が合うね。確かに。あ、チワックス可愛いよね。ね、なんかもういっぱい買いたくなっちゃう、ね、やっぱりなんかペットショップとかさよく行っちゃうんですけどさ、なんかペットショップがあったら行っちゃうんだけどさ、やっぱりね可愛いなって思いながら癒してもらってる。ミニチュアシュナー、なんだこれ。今トイプードル飼ってるんですか。いいね。ね、ワンちゃん飼ってる方多いですね。ミニチュアシュナウザー。ああ、あれですね。これあれだ。あの丸物を着てのワンちゃん。あ、ダメだ。やばい、ムックじゃんこれ。ね、かわいい。ね、忘れ物するなよって言われてた。ええ、ちゃんとあのムックみたいにしゃべるあの犬ですか。明日一日仕事をしたら休みだと。あ、そうなの、いいね。チワワもいいけどフレンチブルドッグが飼いたいって。へえ、ね、かわいいもんね。ね、パパちゃんにワンちゃんをおねだりするしかって。でもパパちゃんもね、ねえ、パパちゃんもペット好きだっけ。パパちゃん知らない。なんか私のお父さん何が好きなのか分かんない、本当になんか謎です。ね、可愛い子発見ありがとう。犬は散歩連れて行かなきゃだねって。猫は好き勝手してるって。ね、いいね、犬の散歩したいですね。はるちゃん、シュナウザーってめっちゃサッカーうまそうな名前って。確かに。ブザービートありがとう。同い年だし、はるかちゃんがマルモに出る世界戦あったのかって。ないって言わないでよ。いや、あれですよ、あの私まああれに出てるかもしれない。明日ママがいないとか。出る世界線もあったかもしれないじゃん。で、あとマザーとかさ、私が出てくる世界線もあったかもしれない。ね、こんばんは、可愛いってありがとう。あ、そうです、福くんとかと同級生です。あの伝説のだっけ、なんかめっちゃあの子役せ、あのすごい方がの集まりですね。あ、今日何時までにしてたっけ配信。22時だったっけ。配信時間忘れちゃう。ちょっと待って。
15分ぐらいまで何この刻み方ってなんか23時までって書いてあったけど、ちょっと22時15分目安に頑張ります。え、猫派なんですか？でも猫もいいよね。あのアメリカンショートヘアだっけ。なんあの昔からずっと好きですね。パパちゃん誰推しかは分かんない。え、パパちゃんはハルちゃん推しじゃないですかね。あ、ママちょっとやめてください。そういうのは、そういうのはちょっとパパちゃんの推しはママちゃんらしいですね。はるちゃん逆に散歩されそうって。確かに私散歩されてそうだね。ね、芦田愛菜ちゃんね、私憧れてた時期、あの今も憧れてます。頭も良くてなんか面白くてね、可愛くてなんかすごいしっかりしてますよね。なんか私と本当に同級生なのかみたいな、ね、私あのだからね、子役のオーディションを受けようかと思ってなんかママちゃんにね言ってみた時期はありましたけど、絶対演技無理だからダメだって言われちゃいましたね。そう、私そうあの子役になりたかった時期あったんですよ、小さい頃ね。でもあの断られてしまって、じゃあもう子役が無理ならあのエキストラ申し込んじゃおうかなって思ったんですけど、なんかやっぱり無理でした。ちょっとね、子役すごいですよね。どうやって台本を覚えてるんですかね。はるちゃんが犬に散歩されてる世界線が見えるって。あ、本当ですか。すやーって、はるたん夜見れたって、嬉しい、いつも朝やからって。あ、本当だ。え、ありがとう、来てくれて嬉しいね。芦田愛菜ちゃんのドラマ詳しいでしょ。私めっちゃ見てたもん、だって好きだから。あとね、真似して、いやできない真似。自分スポーツ選手がすごい世代なの。あ、そうなの、いい ね。私も出てくるのかな、スポーツ選手とか。こんばんは、ブザビートありがとう。15分のアディショナルタイム、ね、猫だとマチカンが好きなの、ね、確かに可愛いよね。私さ、あの高校1年生の時になんかパソコンでなんかパンフレットというかなんか作って、ハンデ作ってなんか発表するみたいなやつあったんですけど、それ猫について調べたんですよ。なんかそれでマンチカンとかなんかいろんな猫を調べた記憶ある。私以外のあの班が3人班で、私以外の2人が猫が好きって言ってたから猫調べたね。そう、同級生です。同情するなら金をくれって。え、なんか懐かしいの、なんかね、今なら子役、この子役っていう年齢じゃないですね、はるちゃんもね。私台本を覚えられないですね。台本はちょっとあの昔はあのそういうの、 あの覚えるのなんかできてたんですけど、今なんか頭がなんか多分ネジ外れちゃったみたいで、なんか今全然覚えられないんですよね。困ったよね。ね、でもアイドルは昔からの夢ですからね。
すごい嬉しいですね。なんか夢を叶えられるっていうのがすごいですよね。いやなんかママちゃんに自分で言うなって言われちゃった。ママ調子なの、なんで？ねえ、結果アイドルになってくれてありがとうって、あ、こちらこそです、嬉しい。ね、泣きの演技ね、昔なんか泣くのさ得意だったんですけど、今ね全然あの感動というか、なんかそういうね、なんかないと泣けないですね。なんか嬉し泣きとか全然。何？可愛いお嫁さん。やっぱりちょっとダメだ。可愛く拝見ありがとう。対応がいつも優しいって。はるたん、いつか絶対会いに行くってね、ぜひ待ってます。嬉しい、可愛く拝見ありがとう。あ、文化祭とかはね、あの私演技とかしてない。文化祭のお化け屋敷とかですね、はるちゃんたちがやってたの。あのそういうなんか劇とかは違うクラスがやってて、それを見に行ったりとかしてましたね。ね、こんばんは、懐かしいチュンチュンね。あなたいくつよって。私もう19歳になるんですよ。もうやばい、高校を卒業してしまい、学生という名がなくなってしまった。夢を叶えちゃう、はるかちゃんかっけえよってね、ありがとう。じゃあ次はあの小学校の時の夢を叶えようと思います。え、小学校の頃の夢皆さん知ってますか、はるちゃんの。まおちゃん知ってる？あ、まおちゃんも知らないらしい。ちょっと次あの小学校の頃の、違うよ、お笑い芸人じゃない、いやお金持ちじゃないんですよ、違う違う。こんばんは、超絶可愛いはるちゃんって、ありがとう。ね、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ん、え、モデルじゃないんだよ、まさかお嫁さんって。あ、違いますね、違う違う、違います。隠れファンなんで、隠れながら会いに行くふりしますって、なんでよ、ね、全然隠れなくて大丈夫ですよ。お嫁さんじゃないですよ、お花屋さん。あ、お花屋さんね、違うんだよね、可愛いって思ったけど違うんだよ。お人形さんになることでもないですね。あ、ケーキ屋さんは私本当に小1の1年間ぐらいだけですね。石油を、違うね、レジ打ちでもないね、スーパーのレジ打ち。もう夢叶えちゃったよ、はるちゃん。もうそれはね、アーニャ、アーニャ、アーニャじゃない、アーニャなか、え、あ、え、アーニャ流行ってたのかな、え、なかったよね、アーニャ私の小学生時代、アーニャいたのかな。ね、みんな当てれない。じゃあ私の小学生の頃の夢言うね。いや、怠け者でも海賊王でもないですね。え、はるちゃんの、あ、芸人さんでもない、お、あ、歯医者さん、あの、え、違う、ママじゃない。あ、 YouTuber はそれ中学生から、あの中学校高校ですね。スパイでもないですね。リラックマ、リラックマじゃない、小学生、あ、小学校6年間で、あ、6年間じゃないな、5年間の夢ですよ、小2から小6の。スイスイ、スイスイと出会ってないです ね、当てたくなるやんって。ほんと、え、ね、なんかもう答え出てこなそうだから、ちょっと言っちゃって大丈夫。結婚式場の人、違うね。
アイドルのセンターじゃない、あ違う違うんだよ、アイドル、アイドルにはなりたかったけど、もう一つの夢があるんですよね。スヌーピーでもない、仮面ライダーでもない、もうこれの流れは絶対出てこない。あのハルちゃん、スーパーサイヤ人ジョージ、あ違う、ヒントは、いや私が、あの私が やってきたことですよ。バスケの選手。おお、そうだ、そう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 、そうそうですね、あそうですね、私あのそうバスケ選手です。え言ったことあったじゃんね、まおちゃんに先越されちゃった。そう私さずっとあのバスケットボール選手みたいなねになりたいって言ってたので、次は、ね、夢叶えたいですね今からね、土曜日ブースター感謝祭行くって、え私行きたいの行きたいけど行けないの、行きたいでも行けないという、行きたいんですよ、行けないんですよ、公園で聞いたことあったような、聞いた気があったようななかったようなって、どっちだ、言ったっけ、言った記憶ある記憶もあるけどない記憶もある、アイドルオタかってえバスケの、なんかねいいね、バスケ、バスケしたいな、安西先生、うん安西先生にちょっと言ってくるか、俺野球のバットになりたかったって、なんでバットですかね、バスケットボール可愛く発見ありがとう、ウザビートありがとう、こんばんはです、ガチでバスケしてるはるか見てみたいってね、久しぶりにやりたい、こんばんはるちゃんってね、こんばんは、バスケイベントねまたしたいですね、ねアルドくんもうかけますよ、はるちゃんもだってもうアルドくんのあのアルドくんすごい好きなんでね、はるちゃん沼にはまりに来ました、ありがとうね、シーズンも終わっちゃったもんね、もう私はもうあれです、もうどうしようって思ってます、今バスケが終わっちゃって、あと何ヶ月だ、シーズン開幕まで待ってる、その間にハルちゃんがバスケ極めとくか、沼にはまりに来ましたありがとう、俺も高校まで野球選手が夢だったけど高校時代松井秀喜と対戦して諦めたって、すごすごいね、明日 RBBB ですねって、楽しみですって、あそうですね、ハルチュン BB ですね明日、そう そうハルチュン BB なので、待ってます、あ待ってます、じゃあ間違えた、ぜひ見てください、月曜日もねあの YouTube で公開されるので、こんばんは
自転車になりたかったの。すごい。さきちゃんの運動会でバスケをってね、なんか運動会的なやつやりたいですね。ね、いつからだろう夢を見なくなったのはって面白い。はるちゃんビービーね、来シーズンも続く感じって、いや分かんないね、どうでしょうかね。これから、あ確かに野球シーズンですね。確かにね、レリカちゃんのバーガーね美味しそう。こんばんはね、笑わないでもろってって面白かった。あ日曜日村上イベ参加でハルちゃんビービー見れないって、あ日向さんのイベントかね、いろんなご飯屋さん行きたいから続けてほしいってぜひね、私また定食食べたいな、わがまま定食美味しかった。かわいこ発見ありがとう。定食今度食べに行くねってね、ぜひ行きましょう。ね、わがまま定食わがまますぎて笑ったってね、結構本当にあのおかずの量があって、あの本当に私の好きなものが入っててさ、いっぱいもう全部全部入っててさ、本当に美味しかったです。完食しましたでも完食させていただきました。はるちゃんあの後もずっと食べてた。あ、トマト入ってましたね。ね、普通に本当に美味しかったです。あ、もう15分？ありがとう教えてくださって。本当だ。わがままだなーって。いや、めっちゃ美味しかったです。もはや欲張り定食。ね、アルビクイズやばくない？本当に私もう1年前のハルちゃんじゃ考えられないくらいさ、なんかあのびっくりしたもん。だって問題言われた瞬間になんか分かっちゃったもん、ね、すごい。いやなるあの選手の好きなキャラクターという問題が出るとは思わなくてびっくりしましたよね。あの知らなかった。私あの杉本選手のあのね、あのサトシが好きっていうことは知ってたんですけど、ね、全然あの木村選手がナルト好きだっていうことを初めて知った。そこで、ね、もう終わりの時間かな。全問正解すごかったよね。ね、すごいよね。本当にびっくりしちゃった、はるちゃんも、ね。こんばんは。こんばんちゃんです。来てくださってありがとうございます。ね、サイン書いてない気がする。アルド君の絵マネージャーの採点が甘かったからなって、いやそんなことないよ。だってあの昔の絵と比べてみて成長したと思わない？え、でも鳥の絵ってあのくちばしだったのを忘れてました。あの、ね、あれくちばしにしてたら本当にもろあのもう完璧でしたね。もう次はもう完璧ですので、また問題をあのまた書きたいですね。アルド君ね、近づいてたでしょ、ね、口がね
犬になっちゃってるね。そろそろ眠くなってきたので、ピョー、あ、ピョー、ピョーですかこれ、ピョーって。次生写真さえあったらアルド君書いてって。わかった、覚えとくんね。じゃあ、ね、ちょっと次生写真のサインとかあったらね、書いてみよう。覚えてるかな、わかんない。私記憶力ね意外といいんだよね。覚えてそうだよね。あ、お疲れ様でした、おやすみなさいって、ありがとう来てくれてみんな。はるちゃんはお風呂に入ってもう眠ちゃうかも。ポチに近づいていたって、あ、ポチの絵に似てたっていうこと、え、犬っていうこと。そんなことを覚えてるのってことを覚えてくれてるよねって。私、え、そうなんですかね。でもなんかそうかも、なんか結構覚えられるものは覚えられる。はるちゃんの声を聞いてると眠くなるって、今夜はいい夢見れそうってね。私なんかそれ言われるんですけどさ、自分では分かんない。そうですかね、癒しのはるちゃんですか。冗談です。可愛く発見ありがとう。少しだけど見れてよかったってね、ありがとう来てくれてね。ちょっと寝かせますね、みんなのこと。早く俺の夢に出演してくださいってね、出演します。頑張ってそっち行く ね。おしゃべり会行けばより覚えてくれるちゅんってね。覚えます、全然。20分だよね、ありがとう教えてくれて。もう21分だ。はるちゃんのおかげで今日の疲れもぶっ飛びました、本当癒しって、ありがとう。毎晩癒されてるって、ありがとうございます。また明日も癒します。頑張ってね。それではランキングいっちゃいますよ。あと40分やれば23時ですか。確かにめっちゃね。でも延長延長になっちゃうね。ママちゃんに癒されるの。じゃあちょっとママちゃん配信に行ってください。してないけど配信。癒しボイスってありがとうございます、私びっくりですね。明日も癒されに来ますってありがとう。明日配信何時にするのかな。明日朝になっちゃうかな。昼朝夜できない。はるちゃん女神様ってありがとう。眠くなってきた、おやすみちゅんって、おやすみちゅん。私も眠くなってきちゃったんだよね、めっちゃ。あくびした。アンコール、アンコールってね、癒しってありがとうね。パーカーね、私のパーカーは少ないんですよ。あのもらい物が多い、ママチュンとかね。はいちゃんこんばんはって、今日かわいいなって、ありがとう。明日の時間メールで教えてくれればいいよって、え、ありがとうね。明日ね、なんどうパーカー着ると眠くなるよね、わかる。なんかラフな格好だからね、めっちゃ眠くなってる。くらい？明日さ、夜があれなんですよね。
マシモさんのラジオとか、あのバズタイムズさんとか、マシモさんのラジオとかね、あるからかぶっちゃう。9時9時10時の間にできそうにもないので、昼の12時くらいに なっちゃうかもですね。か本当に朝早朝21時から22時までのところ入るか、あのパーティー公演アンコールできない、できないかも。可愛く拝見ありがとう。あ、早朝5時な、5時なわけない。7時とかですかね。あ、7時からやっとくって、7時やっちゃう？そんなこと言われたらやっちゃいますよ私。いや5時はさすがに無理ですね。いや私もうオールして5時まで待っちゃう。あの5時来るの待ってますよ早朝。もう5時だったら私寝て起きれなそうなので、オールする。そう12時でもいいよって。7時でもいい、7時にしちゃおう。7時にしよう。あ、ママちゃんが驚いてる。はるちゅん起きて寝癖 たくさんのまま配信する。はるかだからはるちゅんって今知ったって。あ、そうなの。そう、はるかだからはるちゅんですね。起きますよちゃんと7時に起きれるママチュンが。え、明日休みなんですか？ごめんマジか。え、ママチュンが明日起きれないよって騒いでる。ね、でもみんな仕事行くらしいので7時ちゅう、え、明日は無理だ、引っ越しだって。ちゅうから出ていきますって。そうなの？やだ、ずっと千葉にいよう、ね、7時頑張ります。私起きるね。癒しをお届けするね仕事前に。多分朝の早朝配信は多分あの声がガサガサで、あの皆さんおはようございますってなってる配信だけど、まあ いやしますね、この変な声でも。天気予報ね、天気予報も久しぶりに、今日の天気は晴れですって。ね、会社で待機してますってありがとうね。見れることが癒しって、それもなんか嬉しいですね。ね、明日の天気ってなんだろう。晴れのち曇りですね。ね、じゃあ皆さん早く寝よう。あの今日は早く寝ます。じゃあ絶対嘘。あのちなみにあの昨日の睡眠、あの昨日寝た時間、あ、やっぱり言わないね、昨日寝た時間言おうと思ったけどママちゃんに怒られるからやっぱり言わないでおく。3時とか4時とか、はい4時かなって。ママ TikTok で変なの見てた。そういえばさ、昨日びっくりしたんですけど、なんかはるちゃんがね寝ようと思って寝る準備してたんですよ。でこうね、なんかでもなんか電気とか消してあの寝床に行ったわけですよ。そしたらなんか変なじゃないな、なんだろう、なんかみんな寝てるのになんか男性の歌声が聞こえるんですよ。で
あれって思って、え、あの誰か歌ってるって思って、あのであのこうめっちゃね、あのこうやって探してたんですよ、どこからどこから歌声が聞こえるのみたいな。そしたらなんかママちゃんがママちゃんがさ、なんかあの TikTok 見ながらなんか寝落ちしてて、それでなんかママちゃんの携帯からなんかなんかなんかね、なんかだなんか本当になんかなんだろう、なんかなんだろう、あの弾き語りみたいなのをずっと聞いてて、それをずっとね聞いてて、それがねあのループしてるのよ、ずっとその歌声が全部あのループしてて、それでなんかえってなってたの昨日で、ママちゃんもあのそれをね、はるちゃんあのそのまま消せばいいのに、なんかちょっと起こしたくなっちゃって、これ聞きながら寝てるよって起こしたくなっちゃって、ママちゃんのね耳元に携帯を持って行ったんですよ、なんかあのシーンとさせ、あのシーンとなってる中、ママちゃんの、 あの耳元にこうやってあのママちゃんの携帯を置いて、そしたらママちゃん起きてめっちゃ爆笑してんのめっちゃ面白かった、なんか歌声がずっとループしてた、でママちゃんなんか起きて爆笑してたね、あもう30分、あやばい、延長してる、めっちゃね、動画撮ってればよかったんだ、でも本当に面白くてもう爆笑よ、ずっとね、多分うなされてたよね絶対、本当に面白かったからみんなに見せたかったね、あの私はねよく起こしちゃうんですよ、そう、ママちゃんをよく起こします、私が寝るときにね、いちいち、でもねママちゃんね、そうママちゃんよくね TikTok 見ながら寝落ちしてるんですよ、そう昨日はさなんか男の方のなんか弾き語りみたいなのを流してたんですけど、一昨日とかその前とかなんかもうなんかねずっとねなんか TikTok ね再生されててね、私が全部消してるんですよ、寝落ち、そう寝落ちしちゃってる、でそれがねあのいつも見てるのがあの、え言っていいのかなこれ、あのママちゃんがずっとね寝落ちしながら見てるのがね、あの昨日以外全部ねあの仰天ニュースなんですよ、仰天ニュース見ながら寝落ちしてるんですよ、えこれガチなのこれ、知ってる、ええあれでしょ、えそこ試合決定です、それあそうそう自分は寝ますねって、ありがとうね、早起きなんですね多分ね、仰天ニュース見ながらねよくあのそうブレイキングダウンね、私も好きなんですよ、なんかさ最近さなんか高校生の部がさは始まってさ、私よく見てる、ちょ生きてんのね、うん、はるちゃんもちょっと高校生に紛れたいなって、あの男の子ばっかりだけど生きちゃう、うん、俺は喧嘩であの100人倒したことあるんだぜって、え千葉でてっぺん取ったことあるんだぜって、なんか話し方が弱そう、え弱そうって言わないでしょ、ち、ね、だからあの対戦させてくださいって違う、俺とやろうぜ、俺とやろうぜ、俺とやろうぜって、そこのなんだっけ、いや、まあのね名前がちょっとやばい、弱そうって言わないで、弱そうって、
あ、水曜日のダウンタウン、私もよく TikTok で見ちゃってる。クロちゃん。ねえ。なんか、おすすめに流れてくるんだよね、めっちゃ。ねえ、そういうね、流れてくる。なんか、つい最近見たのが、あの、クロちゃんさんが、クロちゃんさん、クロちゃんさんが、なんか、あの、起きたら、あ、起きたらそれそれお同じの見てるやばい、同じの見てた、ね、同じの見てた、ね、本物のクロちゃん初めて見たって。わかる、クロフェスででしょ。私も初めて見ました。そう、起きたらお花畑にいるっていうのを見たの。同じの見てた。やばい、いいテンションになってきたよって。また電車で笑ってしまうってね。ちょっとね、23時コースみたいになっちゃってるね、確かにね。とかね、いろんなね、あの TikTok ね結構好きですね。あと最近流れてくるのが、あれなんですよ、なんかアヒルのテレレテレレテレレって言っての顔とか動かして、なんか電車の中でやってみましたとか、なんか授業中でやってみましたとか、なんかあれめっちゃ流れてくるんだけどさ、みんな流れてこない、あれ。なんか私もやっちゃうんだよね、あれ。私もやっちゃったんだよね、この間ね。やっちゃってるんだけどさ、みんな TikTok からこんなに盛り上がるとはって。え、そう、盛り上がるね結構。え、カモだっけあれ、なんかね、すごいなんか面白い。あの、私あれ本当にできないですね。でもなんか私指動かしてやってた。ね、ビール吹いてこぼしちゃったって大丈夫かい？ね、面白いですね。あ、そういえば TikTok といえば、はるちゃんの推しカメラが昨日投稿されたので皆さんぜひ見てください。ね、あのコメント100個送ってくださいね。100回送ってね、みんな1人100回。ちょっとおでこ痒くなって前髪動かしたくないからさ、櫛の後ろで描いてるやばい、前髪動いちゃった、笑って。あ、もちろん見た。あ、よかった、ありがとうございます。推しカメラループしてる。本当、本当にね、100回送って大丈夫です。コメントをいっぱい送ってね。キャー、はるちゃんって、ね、数えきれないくらい見たの。本当に嬉しいです ね。じゃあ私も数えきれないくらい、あの再生数を増やします、自分であの動画で寝落ちしなきゃってね、ちょっとそれはない、私もちょっと寝落ちしよう。それはない、うん、ね、かわいこ発見ありがとう。ね、再生回数増やすね、頑張って。自分で見て、え、自分で見てかわいそう、ね。ね、かわいこ発見ありがとう。間に合いましたって、ありがとう、来てくれて。焼酎飲んでて吸い込んで、これ何、これ互換性肺炎、
これ何これ、そんなこと言わないでよ。最近ね、回数俺らに任せてくださいよってね、ありがとう。じゃあみんなで5円なのこれね、5円制範囲になりそうだって。苦しいって、大丈夫かい。あ、誰かの声で、これね、ママチュンの声です。これカエリさんと似てますねって言ったら、カエリさんからツッコミもらいましたって。そうなんだ、2回見たって、ありがとう。まおちゃん、私も老眼です。最近老眼らしいですね。違う、まだわかんない、まだ違う、まだ違うって怒られちゃった。TikTok ミッフィーのハルチュンが好きって、ありがとうね。懐かしい、ミッフィーのハルチュンって、これもだって、ちょっと待って、柴田の気温ただいま11度だと寒すぎるんですけどってね。寒いよね、すごい寒い。髪型の雰囲気とかなんとなくみゆちゃんに似てるって。私ですか、よく言われますね、嬉しい、ね、でもさ、唯一唯一じゃないな、みゆみゆさんさ、すごい足長くないですか、なんか羨ましい、すごい。私も足長くなりたいです。でも私も身長伸ばさないと足は伸びない。ね、終わる気配なさそうだけど、メール忘れないでねって。あ、やばい、メール送らないと。そうだ、やばいやばいね、いつも忘れちゃう。いや、忘れない、いつもさ、時間を忘れるだね。あれですね、クラスメイトですね。楽しくて時間を忘れちゃうんですよね、何ウォーって、うんね、十分長くて綺麗だと思うけどなって。え、ありがとう。電車降りたのでこの先爆笑しても大丈夫ですって、ありがとうございます。ただいま沼にはまりに来ましたって、ありがとうございます、来てくださって。うまくまとめましたねってね、結構日本語がお上手ですね、はるちゃん。ちょっとバカな頭の回転が入ってるけど、え、そうなんだよね、あのね、そう、よく言われるんだけどさ、私めっちゃバカで、日本語を全然知らないんですけど、頭の回転だけは早いんですよ。そう、よく言われる。そう、全然言葉は知らないけど、頭の回転だけが早いんですよ。なんかね、なんかこれ勉強したら多分めっちゃあれですよ、すごい出来すぎくんになるかもしれない。地頭いいと思って、え、ありがとう。じゃあちょっと勉強するね、頑張って。ちょっとドリル買おうかな。でも私あれですね、私ななみさんみたいになりたい。すごいですよね、ななみさんね、ペラコ
や漢字ドリルというか、なんか辞典をあの辞典を読もうかなって。辞典を見たらさ、言葉を知れるじゃないですか、いっぱいね。だからちょっとまず辞典で覚えようかな。公園でも瞬発力はすごいなと思ってたって。え、ありがとう、嬉しいですね。え、私さあれなんだよ、なんか一回学んだ、あの一回なんか頭、あのな頭に入った単語というかは、なんかめっちゃあの使えるんですけど、今までね勉強してこなかったからね、もうむずいですね。部活命だったからもう難しいですね。もう、あ、保湿クリーム、じゃあだって顔面クリームって言った方がなんか面白いじゃないですか。本ね、私本読んでる方なんですよ、漫画だけど。私あの本読んでますね、本読んでる、漫画を読んでますけど。そっちじゃない、小説か。今度公園 T シャツ作っていきますねって。え、ありがとうございます、ね、嬉しい、ね、単純にそう、純粋にだったね、受け狙いでした。顔面クリームは、ね、顔面クリームパイのやつですね、あれ。ねえ、確かに発想力、あ、漫画読んでて発想力が生まれてるんですかね。確かにね、アルミのレポート分かりやすいですよって。読んでみます、字読めるのかっこいいって。ねえ、確かにね、アルミのレポート?Why? 一番最初は素ですね、顔面クリームだと思ってたら保湿クリームだった、ね、でも 2回3回目は受け狙い。やばい、メール書かないとやばい時間になった。あ、ちなみにそういえば昨日カレンダーで大騒ぎしてたんですけど、カレンダー戻ってこなくて、予定が、あの3年間の思い出がなくなってしまったので、また今日から思い出作りたいと思います。ブザビタありがとうね。なんかね、いろんなログインしてみたんだけど、なんか昔の端末のなんか端末というか昔あの設定したんで、ちょっとカレンダーもう出てこなくなっちゃった。私のちょっとね、何カレンダーってあんのっけ。え、カレンダーアプリ入れてたんだよ。だから一緒に思い出作っていきましょうね、これから。いいよって言われた、マオチュンにいいよって言われちゃったよ。今それコメントしようと思ってたって、本当ですか。じゃあ私とは頭の中一緒ですね。あ、これ褒め言葉じゃないか、ごめんちょっと、ね、ありがとうございます。でみんなで思い出作っていこうか。今日からね、新しい思い出を、ね、今までのさ、あのバイトとかさ、なんかそういう思い出が全部消えちゃいました。で、LINE もね、私消えたんですよね、つい最近。
ね、全部消えちゃう。そう、いっぱい思い出作ろうね。はるちゃん今日生まれたみたいですね。確かに今日生まれた子みたいになっちゃってるわ。でちょっとランキング読んでメール書きますね。ありがとう。ちょっと50分も延長してしまいました南川。ちょっと「ちゃんと LINE 消したらなら安心だね」ね、LINE どっか消えちゃいましたね。どこ行っちゃったんだろう。うん、宇宙の彼方に「さあ行くぞ」って、ね「アンコールありがとう、楽しかったよ」って「ありがとう」「ランキング読む前にメール作ってます」って。あ、バレました。なんか今書いてもいいかなって思っちゃったんだよね。あと10分だから。うん、ね、カタカタ落としちゃってた、やばいバレたね。ブザビタありがとうね。多分ね今日だけで100人の方が私の沼にはまったということで、今いる方々はもうハルチュン推しということでもう決定ですね。ね、TikTok ね再生回数増やしてくれるらしい。ママちゃん沼にはまりに来ましたって、ありがとう。ハルチの叩く音ならそれも癒しってありがとうございます。うん、俺リアルにドブにハマっちゃったね。ドブ、私もなんかねドブに、ドブなのかな、なんかさよくさ傘をねガンガンガンってさ、なんかさあそこのさ、なんだなんて言うんだっけあれ、ドブじゃないな、あそこのさガッて、そうグレーチングっていうのあれ、え、よく知ってるね。そう、私傘でね遊んでたらガーンってなってバキって折ったことあるね。劇場でねオレンジ増えるといいね。でもなんかえ、何笑ってんの。ね、可愛く発見ありがとう。そうですね。うん。何？ペニーワイズって何ですか？マーチ何ですか？知らなかった。ハルチュンワールドに沼ってるんですか、ありがとう。最近はるかの沼で泳げるようになってきたって、よかったです。それは調べたら夜寝られなくなるの？え、じゃあこれ怖いやつだ。ダメだ。はるちゅん。
お風呂入れなくなるやつだね。私ダメだ、もう記憶から消そう。もうはるちゃんのしもべですか。そうなの、なんか嬉しいですね。しもべってなんだろう。え、あのチャッキーみたいなやつ、あれ、え、チャッキーみたいなやつ、あのチャーリーとチョコレート工場みたいなやつね。ホラー苦手ですね。うん、ワイははるちゃん沼から抜け出す気がありませんって、どっぷりやわって、嬉しいですねそれは。まだやってます私ね。でも大丈夫、でも大丈夫ですね。あの23時までって言ってあるので、これ以上はもう延長できないということで、ちょっと待ってね、はるちゃんは今メールを書いてます。ほら、みんな好きですか？怖いのは。ね、はるかならできる、ファイトってね、ありがとう。私昔あれですね、昔というかいつなんですかね、あれ 見に行ったことありますね。なんだっけ、事故物件を見に行ったことあって、友達と。本当に怖かった。13日の金曜日好きなの？ね、怖いのは一人では見れませんよね。わかる。よし、はるちゃんもうメールかけた。ちょっとリップ塗って、嫌から写真撮るね。ママが撮ってあげようか。うん、よし、またママチュンが写真を撮ってくれるみたい。ね、ママチュン。やばい。あ、今回は3分あるからね、ママチュン。今回は3分だから。ね、メールの職人になってきた。あれ、ママが映っちゃってる。あれ、ママチュンの自撮りになっちゃうよ。ちゃんと顔を映してね。はい、はるちゃんの前髪がいけないですね。ちょっとはるちゃんの前髪がちょっとパッカンして事故ってしまったので、もう一回お願いしてもいいですか。あれ、言われちゃった。なんだよって言われた。ちょっと頑張って、いいか、うん、
よし、やばい、自分、あ、お、いいじゃないっすか、すごい、ワイすっぴんだから頑張ってた。なんかちょっと待って、いい感じですね。ね、ばあちゃんのささやき配信になってます。え、なんか変なところ押しちゃう。あと1分だって、ランキングは。あと1分、やばい、くしゃみ出そう。やばい、やばいよ。今メール送るからちょっと待って、ランキング言うよね。前回も、目がもうかゆいよ。多分私もう花粉症かも、これ。よしよし、ねえ、もう過ぎちゃってる。なんか変なさ色がついちゃってるよ。ね、7時に起きます。もうメールは頑張って。あ、私ですか、私が起きれるかですか。とさ、価格、ねえ、私も起きれるかね。目がかゆいよ、もう。大丈夫、みんなは、花粉症は。お互いに心配だね。やばい、何時に配信しますは言ってなかった。7時から。よしよし、メールポチってしまったの。ありがとう。じゃあちょっとランキングいきますね。ありがとう、延長しちゃったけど来てくれて。今日も2時間配信をしてしまいました。それではランキングいきます。今日ね、花粉多かったって分かんない。でも花粉症だと思ってます、ね、多かった、多かったらしいです。それではランキングいきます。13位、南川ゴーチュンのまちゅん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 、ありがとうございます。12位ともじいシャリゾーチュンチュン、ありがとうございます。11位のむさんのまちゅん、ありがとうございます。10位さかいのましゅういちチュン、ありがとうございます。9位ビールまるチュン、ありがとうございます。8位パンダの帝王チュン、ありがとうございます。7位チーボーチュン、ありがとうございます。6位トムチュン、ありがとうございます。5位リュウチュンズチュン、ありがとうございます。4位ケンジチュン、ありがとうございます。3位ギマチュン、ありがとうございます。2位ユキチュン、ありがとうございます。そして第1位はドゥルルルルルルヒデジジチュンです。ありがとうございます。なんかくしゃみしたらもう鼻がムズムズしてきた。それでは今日もおやすみなさい。今日もおやすみなさいってなんだ。今日もありがとうございました。また明日も頑張ろうね。
明日は7時なのでみんな早起き頑張ろうね。配信ありがちゅんってありがとう、ありがとうございます。また明日ねってありがとう。おやすみ並川です。おやすみ、また明日も頑張ろうね、いい夢見てね、頑張ります。おやすみなさい、バイバーイ。